はい、おはようございます。おはようございます。今日はですね、赤松。赤松、はい、先日土浦の展示会行ってきまして先日ですね、土浦の、展示会に初めて行ってきましてですね、まあ、非常にレベルの高い展示会だったんですけど、ここの即売会でですね、これを見つけてきました。じゃん、もう赤松ほぼね、もう出来上がってる古い木ですよね。古さも来て、いい木だと思いますけど、これと、あとね、これですね。面白い、うん、面白い木ですよ ね、うん、で、私がこれ買ったら、もう昼間さん買った木売ってくれって言われたってやつがこれなんですけど買った木売ってくれっておかしいな話ですね。おかしいな、まだ私のことを知ってて私が買ったから買いたいのか、あのこの木が安かったんですよ、これ。安かったんだ、言えないですけどで、相当安い。いや、相当安いですよね。まあ、どっちを作ろうかなっていうのがあるんですけど、正直言ってこっちは簡単、はい、形見えてるんで、でこっち難しいんですね。あえて難しい方にチャレンジしようかな、はい、前、浜野会長も岡本太郎がヨーロッパ行った時にあえて難しいやつをチャレンジするんだということを言われてたんで、はい、あえてこっちを今日はやってみたいというふうに思います。で、多分この作者の方はこの辺を正面に作ってたんじゃないかな。この辺とかね、この辺、まあ、少しこの辺が見えて、この辺を頭にして、まあ、ここら辺の行き場がね、ちょっとどうしようかなっていうのはあったんだと思うんですけど、まあ、流れはこっちにしてという作り方だと思うんですけど、ここのね、ちょっと気になるのが、ここの幹がベローンとこう後ろにこう返ってるような感じが見えますかね。ここの、で、まあ、それをね、この枝で隠してるって、これ一つのテクニックで、これはこれでいいんですけど、いかにもこの2つが分離しちゃってるっていうのがちょっと気になってて、この木のいいところどこだろうってずっとこう回してみた時にですね、で幹の動きとしてはこの辺が非常に面白いんですよね、うん、でここもシャリが入ってる。で、まあ、曲はね、少しうっすらと入ってるし、なんとか流みたいなやつがこうもろに見えてくるわけですよね。そうですね。そうすると幹を見せたいんだけども、じゃあこれどうしようかっていうことを考えた時に、これ一つで作れないかなってちょっと思うわけですねそれとね、ここら辺がね、また面白いんです。この鋭角に上がっていってくねくねっていうこの変化がすごく、ここら辺がよくできてて、なんでからここら辺ですかね。ここら辺を正面にして、これ一本で作ろうかなと、これ取っちゃうということをしてみようかなと。つまりここだけ残して残りをなくすってこと、ね、なくしちゃうっていう、これ取っちゃうとかって、もう作者の方はごめんなさいなんですけど、ごめんなさいですよ、もうごめんなさいでもね、動画見てる方いらっしゃって、途中の方結構ご覧になってるっていうことだったんで、この盆栽球さんのそこで心痛いんですけど、ただ、まあ、この機能としてはね、すごく良くなるんじゃないかなっていうんで、確かに、幹の流れはもう確実にこっちの方が確実に、でここの足元もいいんですよ、はい、でこの流れが良くて、この上の返しも良くて、でここの変化も面白いと、そうすると、ちょっとこれが頭の方にぐーっと逆に上上がってきて、でこれを差し枝として下ろして、まあ、この辺で裏枝作っていくのかな。もうだいたい今はもうぼんやりとしたそういうイメージの構想ですね。一応構想は練ります。その上で思い切って剪定しようかな。ちょっとね、これねじってとかっていうのも考えたんです。これねじってこっちに持っていくとかっていうのもないことはないんですけど、ちょっと遠いんですよね。この枝も多いですね。枝も多いですね。ちょっと分人って考えると、でここも太り始めてますからね、ということなんで、まあここを思い切って切っちゃって、なるほど、やってみようかなと。どう、ね、昼間流ですね。まあね、別に木を照らってというよりは、本当にこの木を良くするためにはかなと思いますね。じゃあ早速行きましょうか、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、大手術大手術作った方ごめんなさいで、茨城の方からあーとか声が聞こえそうな気がします行きます、でん、うわ、はい、行きました。こっちの方が多い刺しますか、これこれ刺したらいい木になりますこれ ね。で、ここは少しこの辺で、これはなかなかでもこうできないですよね。まあね、まあこういうだから発想があるんだよっていうことを分かってもらえばいいと思いますね。僕はパッと見すぐそれ考え出なかったんで。ああ、いや私もそうですよ。パッと出たわけじゃないんですけど、今日来て朝がぐるっと見てた時、あったらいいかな、大手術でしたね、こういうのも先端ちょっとこうよくね、こう十字に切ってとかね、で自然に見せる、で向いていく、
シンを作ってる途中ですが、はい、この昼間さんの着用するこっちかこっちですエプロン現在販売中ですので、はい、皆様はぜひこれを着て、冬の作業、はい、春の植え替えと楽しんでいただければと思います、はい、丈夫でね、おしゃれですよね、この雰囲気が結構ね、しっかりした生地なんで、うんまあ、ちょっと値段が高いなと思う人もいると思うんですけど、うん、エプロン、デニムのエプロン大体高いんで、そうですねでもニーズがいっぱいあったわけですよね。ニーズが、まあ、いっぱい実際会う人から作ってくださいって声があったんで作ったんですけど、はい、ちょっと作りすぎたかもしれないまあでも早く先着っていうことで、そうですね、まあ、言ってもそんなに数ないんで、あ、なるほど、はい、まあ、いずれにしても早めに、早めにご応募いただければご購入ください、はい、宣伝終わり、宣伝終わりそれは取りたい、取っちゃったの、取っちゃいました、あ、もったいないもったいないそれ取った、取りました、取りました白玉があった方がなんかすごくいいなと、それはね、全体のバランスなんですよね、細い木でしょ、そうだな、細い木でこんなでかいのくっつけておくとさ、なるほどね、こっちからね、見やすいですもんね、うん、浜野会長、おすすめ付きの、おすすめ付きの、よかったです、あれなんて言われちゃったね、これでコメント欄であれはどうのこうの言われても、そうですね、天下の浜野会長が OK 言ってるんで、そうですね、大丈夫ですね、これ縁一応こんな風に作りましたけど、カットパスタですね、カットパスタを、はい、一応縁、はい、一応保護しておくということで、ヤニが吹くから、まあそうですね、保護ですね、まあ冬場なんでいらないんですけど、まあね、焼け込んでくっていうのを少し抑えたいということで、ヤニはこの時期は出ないんじゃないかな、はい、こんな感じで、とりあえず正面こっちか、そうですね、で、構想としては針金をかけて、これがね、ちょっとこれ後ろに反らして、こっちから行くか、これを少し後ろに反らしながら、ここをひっつけて、まあ極力ここはやっぱりくっつけてですね、いつものこれができればいいところがこうな、後ろ行っちゃってるんで、できれば起こしたいんですね、下に出したいみたいな、下ではなくてチラッと見せたい、だからこれを上げれば見えるかもしれないんですけど、まあ、それにはここをこう伸ばさなきゃいけないし、そうですね、ちょっと難しいんで、どこまで見えるかわかんないですけど、とりあえず寄せて、この枝を上にグーッと上げていけば、少しここはこう見えてくるかなって思いますんで、これが差し枝、そうですね、差し枝ですね、でちょっと枯れた枝があるんで、ちょっと掃除しちゃいましょうか、はい、まあでも古い木ですよね、この形でだったら、あーってなるじゃないですか、まあそうですね、こうすれば、そうですね、その発想があるかどうかって、そうですね、まあ、でも買った時はなかったわけですね、ないですね、私もないです、前も言ったらここだけで買ったわけですよねだけど見たらあれってこっちもあってこっちもあるってなるほど、だからこれ欲しいって言ってた方もね、これ仮に買ったらこんなことしたのかなっていうのがありますね、まあ、もうこれが正解かどうかわかんないですけどね、いやでも一つの正解の形、っていうことですね、よく言う、私はこう考えてこうしましたと、木の一番いいところをどう見せるかっていう考え方ですね、そうですね、こんなに文人ばっかりやってるチャンネルないでしょうね、そうですね、やっぱり赤松文人に戻ったっていう豆とかやってたけど、いやだからいろいろ楽しみ方っていいし、前も言ったかもしれないですけど、木によって作り方が違うんですよね、商品の場合はやっぱりそれギュッとね、枝葉も残して、正面なんかもね、こう枝をたくさん残して作るんですけど、そこら辺はね、木の大きさによっても違いがあるんだよっていうのも一つ ね、勉強になると思うんで、赤松と黒松でもね、黒松は結構がっちり作ることが多い、そうですね、赤松はもう細いから、そうなんですね、文人が多いと、文人やってみようかなって言って、で、また黒松好きな人がね、黒松の文人やったりするんだけど、黒松はちょっと太りやすいから難しいですよっていうのもまたやりながらね、学ぶでしょうし、できるだけこれ見せるためにもちょっとこれ針金かけて、ちょっと肌少し取れちゃうかもしれませんけど、これ一応水入れておきましょうか、なんでさせないですよ、供養のために、供養のために違うか、一応さす気してみますか、サイズで差し引いたら革命じゃないですか、革命でしょうね、これだけどいいですよね、ここね、そこで木になったらいいですよね、これいいですよね、2本かけて、はい、こっちの枝とこっちの枝にかけましょうか、これ2本でもちょっと細いかもしれないですけど、16番かな、はい、こっちの枝がね16番くらいでいいと思うんで、はい、長さはかける距離の 1.5倍ですね、でございます、 1.5倍、5倍だとちょっと長いんですけどね、一応 1.5 倍と、足りなかったら大変ですね、そうですね、こう起こしたい、はい、時計、じゃあ時計回りで細いかな、はい、
この辺はあんまり背中うんぬんというよりは、うん、とりあえずかかってればいいんで、ちょっと起こす、ええ、そうですね、うん、だから気をつけるのはここは曲げるわけじゃないんで、背中にかけるうんぬんではなくて、むしろピッチを少し広げめにやった方が、あの起こすときは力入るんで、こう起こし目っていうことをちょっと意識しながら、起こし目ってごめんなさい、角度ですね。でここら辺になってくるとここら辺に照準を合わせるわけですよね、はいはい、そうすると今度逆にピッチが少し短くなって、ここら辺行ってここら辺行くなと、なるほど、いうことを少しそう予測するわけですね。あ、違う、1回で行った1回で行っちゃうか、1回で行っちゃおう、1回って言わない、1回、ごめんなさいごめんなさいここからですね、はい、ここに行くと狭すぎちゃうんで、あ、ここから一発でここまで行っちゃいますね。わかりました、はいはい、ここら辺からだんだんこう背中をね少し意識して、背中に当たる、そうですね、ね、そうですね、で一番肝心なのはここに入ってくるってことなんで、これでここに行ってここら辺を通ってここら辺入ってくなと、でちょっと両方にかけますね、2本目はこっち来るように、なるほど、はい、それは陣の部分だと割れやすいから、割れやすいからですね、そうですね、次のやつがこの先端先先先に入ってくるんで、次の針金ってのは今度こっちの上に入ってくるんで、こっちはあえて下に行きました。本当はね芯先にかけるんですけど、次の針金のことを考えると、次の針金が今巻いた針金の下に来ると、そうですね、交差しちゃうんですね。そうですね、はい、なんで次は針金がこの針金の上に、上に先一個先一歩先一歩先に行くようにという、はい、ということを考えてですね、重なるとちょっと見栄えが悪いと、そうですね、いうことです、はい、ここはあえてこっち側に一回行きますと、はい、見た目は良くないですけどね、ここ保護するためにはこっちの方が、はい、こっちの方がいいかなって感じですね。やっぱり女性の方には16番は無理だな、ちょっと私でも結構きついぐらいなんで、アルミ線だともっと太くなると、ね、太くなりますね、2.5 とか、いやいやいや、もっともっともっと 3以上じゃないですか、3、2本かけちゃう、3、2本とかいっちゃうんじゃないですかね。昨日ちょうどそのアカデミーでやってたんですけど、はい、アルミ線は幹の半分、2分の1っていうふうに教科書をしましたね、銅線は3分の1じゃないですか、はい、だからまあ1センチぐらいあるから 5ミリぐらいってことは 2.5 ミリってことですね。こうね、これ古いんで怖いな、この時期は、うん、もう本来はね、赤松はちょっと厳しい、パキッと行きやすい、行きやすいっていうことですね。昼間さんは6月が粘りが割と好きですね、はい、うん、本当に90度曲げるとかいうのは6月に、そうそうですね、こういうの一つ一つがね危ないんですよ結構、はい、とりあえず書き直しましたけど、ちょっとかっこ悪いところあるんでちょっと修正します。ちょっと行きましょう。じゃあ、ここら辺はやっぱり背中にして少し後ろにちょっと曲げていくという、はい、だいぶ上がりましたよ、うん、もう少しこれ辺曲げとくか、パキパキ言うんでね結構、うん、ちょっとだいぶ起きてきたかな、少しこう多分起きてきたと思います、はい、それで一旦これをつけると、これはね、結ぶ感じですか。そうですね、ちょっと引っ張りますね針金で、はい、この辺を利用して、この辺ですね、この辺ですね、隙間ですね、この辺を利用して、これも細くていいです、22番とか20番とかの針金ですね、で、ここは一応ゴムを当てて、はい、ちょっと短かったかな、寄せれば、あれこの間の5センチの面白かったですね、あのせこい葉っぱ切っちゃうやつ自分で言うのも変ですけど、笑いあれ自分で吹いちゃった、まずあんなこと言ったっけなってせこいっつってでもあれいい気になりましたよね、あれ良くなったですね、うん、最近はやっぱお手軽盆栽が多かったんで、ああそうですね、でその後でもね40分の心拍動画が、あれはね私自分で言うのもあれですけど、あの動画撮っててすごく参考になるのと、うん、結構遊んでるのと、うん、あっていい塩梅、いい塩梅であってあの心拍は結構いろんなことを伝えてるつもりなんで、あのよく見ていただけると、ああ
これね、やっぱり後ろ行っちゃった、引っ張ったんで、ここが、うん、ちょっとね、こうなるともう起こすの無理なんで、もう今度はもうこれとこれで今度逆に引っ張っていって、じゃあもうくっつけちゃうって話ですね、うん、ここまで来たらどういう理由なのか、いやいや、もうどうせここ完璧に見せられないんだったら、もうくっつけちゃうって話ですね。どんどん昼間さんらしくなってきましたね。なってきちゃいますね。だからこうなっちゃうんですよね。こうなっちゃうんですよ。どうしてもね。一応ここを気にしながらですね、ここね。ここ。はい。昼間さんが山奥とかでこういうのずっと作り続けてたら、あそこに面白い職人さんいるんだよってなるでしょうね。なるでしょうね。全部ペットもここに曲げちゃうんだよみたいな。そう、なんか曲げちゃうんだ。曲げちゃうんだよ。そう。おかしいんだよね、あの人ね、なんて。赤松ばっかね、流行りじゃないのに赤松ばっかり作って、そうみんな五葉松とか黒松やってんのに一人で赤松やってんの赤松もそれでもうほぼほぼつきましたね。つきたということですね。そしたら今度はこれを起こしていくってことですね、うん、はい、こことここら辺で引っ張っていきたいんですね。もっと上でもいいんだけどな。そうするとね、ここに負担がかかってくるんだよな。まあいいや、ちょっとやりましょう。まあこういう隙間を利用してですね、隙間、下手だから隙間があるんだけど、これ針金同士だったらあのゴムチューブいらないんで、はい、どんどん縛って上げていく、危険な作業ですね。なんかあれですよね、あのコメント欄で昼間誰だって結構ありますよねこいつ誰だみたいな。あとあれもありましたね、アイライクミスターヒルマン川崎アンロングヘアドチャップスとか言うカンちゃんだって言って清田カンタ君ですって、もうね、世界の、そう、もうそのうち話できなくなっちゃう。本当に10年後、うん、20年後盆栽界を牽引する男だとね、ですよね、我々も思ってますよ。センスは本当にね素晴らしいんで、うん、ちょっと上げたいなうん、上げたいですね、こうぐーっといいとこが見える。うん、なんかね、ちょっと今危険なのはここに針金が入ってないんですね。なんで割れるとするとここら辺なんで、それを気をつけながら上に上げていくってことですね。割れたら止めると。割れたら止めるですね。そこまで、で慌てないってことですね。戻すと枯れますと。はい、そうですね。こっちが枯れて戻すと今度またこっちも枯れて、うん、もうアウトだっていうことですね。あ、でもいいかな。これ以上ね、これ引っ張っちゃうと、うん、ここ幹消えちゃうんで、とりあえずここまでにして針金を利用して上に上げましょうか。これを。また先を曲げて。ちょっと今これで取っといてもらって、はい、起こしながらむしろこっちに行きますね。今度離す方向に。なるほど。はい。上がりましたね。ここがぐーっと上がりながら少しこっち、まあ、曲げたんですね、はい、この枝で今この曲を隠しちゃってるんですね。ここの幹の曲がりをこの枝が隠しちゃってるんで、こいつは少し下ろしてきてここの幹を見せるように、します。あとは差し枝をもう少し前に振ってですね、今ちょっと後ろに逃げてるんでちょっと前に振ります。これは元から曲げた方がいいですね。あ、大丈夫ですよ。いつも見てます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それを見て今日来たんです。ありがとうございます。ちょっとカンタさんの顔みたいな。あ、カンタさん、カンタさん今文字付きいっちゃったんで。文字付きに。細かい針がね、多かったです。多分ね、18番でいいと思うんですけど、ここを上げるためにここのペットこう全部見えちゃってるんで、これの頭をこうみんな下げて、はい、さっき言ったこの枝はこの幹を見せるように下げてですね、だいたいなんとなくこう形はもう見えてきたんですね、はい、下からですかね、一応これをこっちにかけてあげるような感じで、これどっちにかけようかって言った時に、はい、これが太いんでこっちにかけたがるんですけど、そうするとこれどうするの、これとこれあと2本残ってるんで、まあ、必要最小限の針金でやろうとするとこっちが1本、こっちが2本と考えるとこれにかけて、そうすると今度次にこれとこれでかけられると、これはだからこれですよね。ああ、そうこれとこれがかかって、そうこれとこれがかかるんですね。そうですね。なるほど。なんとなくね、こっちに来たがっちゃうんですよね、太いと。まあ
これとこれが合いそうですもんね。そうでもこれだとこれがどうするのってなっちゃうんで。なるほど、はい、こんな棚っぽく作ったってことですね、はいはい、これはちょっと弱いんで描けないです。はい、であとは上の方を描けていますね、はい、あこれで上枝っぽいのもできてきたな。ここでだいぶいい感じしますね、うん、自分で言うのも変ですけど、もういいかな、この辺で。さあ、いい金が出ました。いい金が出ました。さあ、ここから何分かかるか。何分かかるかあ、じゃあ、ちょっと待ってねあ、見た目はちょっと気になるんで、こういう閉じるところが閉じて、まあいいか。いつもそうなんですね。2度目のイカが出ました。イカが出ました。さあ、完成しました。完成した、本当に。え、完成しました早いですね、今日は。いや、まあいい出来だと思います。まあまあいい出来というよりは、僕から言わせてもらうと、いや、やっぱ天才だなって思いました。いや、それほどでもいきますよ。はい、じゃん、じゃん。どうでしょう、それっぽく見えてるよ。いや、めちゃくちゃいいですよ。とりあえずね、まだ針金とかこれなんかかけてないんですけど、はい、まあもうかけなくていいやつはかけなくていいかなと。なるほど。一応裏枝がここでちょっとあるんで、1箇所だけと悩んだのは、この枝とこの枝とここに3つあるんですね。この枝とここが芯になるところですね。それにこれがあったんですね。この枝、はい、これ3つ出てるんですね。これはね、ちょっとどうしても抜けなかったんですよ。これは芯だから絶対抜けない、はい、でここは、この位置でこういって、非常にいい枝なんで、これも抜けない。抜くとすると真ん中なんですけど、はい、ここがね、上がここがガランドになっちゃうんですね、なんでとりあえずこの辺の間を埋める意味で、それが残ってる。そうですね、ちょっと針金いい加減にかけてた。はい、ということでかけましたけども、まあ、頭の、まあ、ボリュームというか、うん、そうですね、穴埋めというか、この辺のてっぺんハゲみたいになっちゃってるところですね、うん、ここをちょっと埋めてあげるということで。なるほど。少しこんな風にねじりましたけど、これダメだな、うまくいかない。崩れなくなるかもしれない、うん、そうですね、他の枝で代用できればやがてなくなるかなって気がしますけど、一応つけましたっていうことで、うん、でもなんか、いや、もうめちゃくちゃいいですよ。大きく見えますよね。大きく見えるっていうか、この大きさにしてね、僕これ1万円で売ってたら買おうかもしれない。お、本当、うん、いや、だけどこれでね、この一番いいとこやっぱり見せられたっていうところですよね。ここちょっと溶合剤本当はね、かけるといいんですけど、つけるといいんですけど、なんとか流ができて、なんとか流ですね。ね、ちょっとなんか気品のあるような、そうですね、ね、盆栽美術館の展示できそうな、おそんなことない。やっぱ最初の状態だと、うん、まあ、数千円で売ってたじゃないですか。そうそれじゃ買わなかったかもしれないけど、この状態をやっぱ見ちゃうと、そうですね、1万円でも安いなって思っちゃうかもしれない。そうですね、なんかね、これとこの挿絵枝の感じがおしゃれなんですよ、うん、なんとなく。自分で言うのは変ですけど、幹のね、うん、味も出てるし、うん、味も出て、この枝が少し、まあちょっとかかるんですけどね、少しかかってもいいかなぐらいですね、この幹はね。大きく見えると思いますね、はい、はい、で、それでまたこうちっちゃいね、鉢に植えると、そうですね、うん、また鉢か、うん、洒落たシュンとした感じの、スッていう感じのね、男の木なんですけどね、なんか着物を着た女性みたいなイメージの。なるほど。よく分かんないけど。いや、でもなんとなく分かる。なんとなくね、こうちょっとなんかいいなって感じの。ちっちゃい鉢入れたら最高ですね。いいですね、これね。欲を言うなら、うん、幹がもうちょっと細かったらいい。もうほんの一回り細かったら、まあ、そうですね。って感じですか。そうですね。合ってますか、僕。合ってます。だからもうちょっと早くね、これ作業してればってことですよね。やっぱこっちに枝があったんでね。枝がやっぱ枝多かったから太くなりやすくなっちゃって、そうですね。で、まだ、もうちょっとね、細い方がなんかか細さというかね、そうですね、なんていうんですか、わびさびっていうんですかね。うんうん、そうですね。まあ良かった点はこの辺が見せられたっていうことと、ここはね、また鋭角にギュッと縛ってなったんですけど、まあ唯一はここですよね。こっちから見た方がいいか。ここのね、本当は鋭角さは本当はもっと見せたかったんだけど、はい、なるほど。どうですかね、少し見えますかね、こう曲がってるところっていうかね、まあ上付けでちょっと起こしたりとか、起こしたらとかですかね、こんな感じですかね、うん、ここそのものは見えないんだけど、こう下がって上に上がる感じは分かると思うんで、まあ幸いあとこの辺にね、こう曲がついてたんで、こんな感じですかね。前回の心拍に続き、会心の、あ、いやいやいや、昼丸、炸裂と、炸裂、いやいやいや
将来ね、だからやっぱりこれまだやっぱり課題があって、はい、今言ったこう見せたいところをね、ここをもうちょっと寄せて、少しこれがこうこちら側ね、下側へこうなるような感じになってくると、もうもっともっと自覚が上がるってことですね。まあ第一弾としてはこんなところでどうでしょうかということで、午前中のひとときを、ひととき午前中でだって1時間半ぐらいですか。そうですね。しかもその間ね、視聴者の方を2組と喋ってお相手してということで出来上がりました。 Q さんがトイレ行ってる間に針金をかけました、はい、あ、なるほど、はい、助かります。いえいえ、こんなところでこんなところで、ね、ですかね。いや、もう本当にすごく良かった、はい、ありがとうございます。感動しました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。参考になれば、はい。昔将棋やってたんですよ。一手先二手先を読んで、かっこいい。そうとか言って、そんなに強くなかったです。三級かな。三級だった。いや、一応九ですよ。三級いいのか悪いのか。微妙ですね。みんな三級ですね。ソロバン三級、英検三級、恥ずかしくて言えないですよね。もう空手。お、やったんですか。チャオビ。チャオビ。微妙。小学校の時。チャオまで行ってないかな。紫。紫。緑もあったっけ。紫ってなんか強そうじゃないですか。なんかね。二本目の針金は上に巻いていきます。はい。はい、で空手やってたんで針金受けれるんで。瞬時に。瞬時に受けるんで大丈夫です。空手と盆栽はね、ええ、映画で。ええ。テストキットで、ああそうだ、はいはいはい、アラビで盆栽始めた外国の方多いと思うんですけど、あ、なるほどね、うん、ただ僕全部見てるんですけど、あ、今ネットフリックスでテストキットの続き出てるんですよ、全部見てるんですけど、ちょっと盆栽がね、あんまり良くないよくね、あ、本当映画に出てくる盆栽本当よく、あ、形が良くないっていうか、あれ協力させてほしいですよね、あ、映画の盆栽を盆栽をこっちで選ばせてほしい。